皆様こんにちは。それでは NPO 法人江戸城天守再建する会、寺村、副理事長に、お話をしていただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日は3月30日でございます。東京はちょうど桜が満開。ここは、東京大手門東御苑の入り口でございます。ちょっとカメラを回すと大勢の方がですね、今、東御苑に入ろうと出入りをされておられます。ここ東御苑は去年1年間で165万人の方が入場されました。今そのうち外国人が4割ですから、非常に、大きな観光スポットとして注目されてますが、よく外国のお客様は中へ入って、お城がないのとがっかりされます。私どもはここにですね、江戸城の寛永時代に建てられた天守を築城したいと考えております。362年前に焼けまして、そのままなってますが、ここで新しく江戸城天守をですね、この新しい天皇のご即位、天皇が即位された時代に新しく築城したいと、そういう考えで運動を進めております。江戸城というのはもし再建されましたら世界最大の木造建築物になると。日本の歴史と伝統と文化を象徴する大きな記念物、歴史的な記念物になるのではないかと考えております。そういう江戸城を天守を再建することによって、日本この地を訪れる外国の方々に日本の文化の独自性、どこにもない独自性を認識していただいて、日本に対する理解を深めていただきたいと同時に、この地を訪れる日本の若い世代の方々が日本の歴史と文化と伝統に新たな気づきをされることによって、日本人であること、日本に生まれたことについて自信と誇りを持って、夢と希望を持ってこの国の未来を築こうと気づいていただきたい、そういう期待を持ってこの運動を進めております。どうか皆様ご賛同をお願いいたします。